はい、こんばんは。麻也子にも怒られてて、まあね、配信は面白くやんだけどね。そう、今日はね、ナス入れた。ほうれん草の代わりに。玉ねぎはね、コスパがいいんだよな。朝比奈が別アカで配信。いや、わかんない。運営に聞いて。俺はわかんない、それ。まあ、普通に考えたら、問題あるんじゃないかなとは思うけど、それは運営が判断することだから、指定されなかったら問題ないんだよ。ナスはね、そう。ナスもね、何気にコスパいいから。まあ、高いけどね、ナスは。まあ、運営が取り締まんなかったら問題ないんじゃない？まあ、わかんないよね。まあ、わかるよ。問題はあるかも、とは思うけど、ね。鮫島の部屋断ったんだろう。まあそれは彼が決めることだからね。行かねえっつってんの。どうせありがとう。
え、みんな俺太ったと思わないねえ、太ったと思わない、みんな。俺なんかあれ、お風呂入った時にやだ太ったと思って思わないのか。そっか、そうなんだな、配信者が犯罪者だらけなんだよな、そういうことなんだよな。ちょっと25号取ってない、デブじゃない、栄養取れてない、肉食いまくってんの最近。いや、リアル性犯罪者に会えるったって何の特権でもないよ。ね、もうちょい太りたいよ。体重は増えたか分かんない。体重でね。肌ツヤいいよ。最近やっちゃはしてるけど、いや、分かんない。ブロックしてるから。うん、確かにキャスバイって揉め事に、うん、絶対家にいた方がいい。うん、あ、てめえに喧嘩売ってる？てめえみたいなザコって、興味ねえよ。はい、こんばんは。ストレス減った。ほっぺに渡るやん。シシドジョーじゃねえかよ、それ。知り合いの女に顔似てた。あ、ほんと？じゃあ、女の子っぽいってこと？そうだな、冬だもんな、もうな。うん。もう冬だよな、ほんとな。ちょっとふっくらしたよね。うん。気持ちね。40グラムぐらい増えたんじゃないか。はい、こんばんは。うん、うん。前科してんの、俺、前科2案だよ。あそこに行ったら俺なんか霞むぐらいだよ。だから行かねえって。うん、入浴料1500円。ホームレスって金かかるんだね。あ、そういうこと？取ってねえよ。40グラムぐらい増えた。落ち着いた。サメ子、大丈夫、大丈夫。うん、大丈夫。1500、金かかんだな、ホームレスってな。ああ、えぐいな。一回風呂入るのに1500円。やばくない？俺の家の家賃20分の1だ。ラガーマンカップルに粘着嫌がらせされてて、朝焼きだ。あ、そうなの？まあ、しょうがないんだよ、もう。ね、ラガーマンいたから。しょうがないでしょ、そこは。こんばんは。そうだね、肉つけようね。ね、最近、ワッチンふくよかな女性二人がおすすめ見るんだけど。いや、わかんない。俺見ないもん。ほんとに。見ない、見ない。ほんとに見なくなったよ。節約しないっていうか、しようがないんだろうね。だから川で浴びりゃいいんだね。体洗いゃいいんだね。うん、無料だし、川の水汲んで飲めばいいし。で、あんなすぐそばに水場があるのに。何してんのって思う。だ行かないって言って。俺は死んでも行かない。絶対に行かない。もう嫌な記憶しかないから。あ、了解了解。了解了解。え、入ってなかったけどな、被害表。おかしいな。まあいいや、見てみろ。ねえ、川で体洗ってさ、川の水汲んでさ、飲めばいいのに。飲み水。いや、実験っていうか、もう警察沙汰になったら、長いこと出てこれなくなる。もう本当に。だから絶対行かない。死んでも。俺は今の生活を取るから。ぶっちゃけ。だから、揉め事しかないの。絶対に。楽しく、あ、じゃあね、また会おうね、バイバイっていう終わり方は絶対しないから。大丈夫だよ、川の水飲んだって。死にやしね。ね、まあ、火でね、煮沸してね。行かない行かない。大丈夫だよ。うん、俺はこの平和を守る。こんばんは。行くわけねえじゃん、別に金もかかるし。バカなんじゃない？家にいりゃ金かかんねえんだよ。なんか問題あります？それ。ね。平和が一番だよな。今ね、ヤンデレラは、俺の子供を身ごもってるから。その子供のためにも、俺はもう無茶はしない。な、ヤンデレラ。